どうも皆さんこんにちは、コスケです。お悩み相談教室第65回をやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、今回3つのご質問に、お答えしていきたいなと思います。はい、それでは早速1つ目、ペンネームええなんてさん、はい、こんにちは。無課金のためゲリラなどにスタミナ回復、ああなるほどね、ゲリラなどのスタミナ回復に大量の石を使えません。合成獲得経験値を効率よく得るためには、ゲリラの中で、まあ、金カニとかあと天元、どれを回るべきですか。他におすすめの狩り場があれば教えてくださいとのご質問なんですが、まあ、効率よく経験値を、稼ぐんだったらどうすればいいですかということですね。一応なんですけど、現状スタミナあたりの獲得経験値の効率の良さは、まあ、1位がおそらくチョキカニで、2位が絶メタで、3位が、キングカーニバルの順番になってるのかなと思います。まあ、なので、スタミナの効率よく経験値を手に入れたいよという場合、まあ、基本はチョキカニをずっと回し続けるのが、一番効率がいいということに、まあ、なるのかなと思うんですけれども、まあ基本的にゲリラなのでね、はい、その毎日毎日来るわけじゃないですし、チョキカニとか、まあ、なのでこのチョキカニに絶めた金カニが来た時は必ずまあそこを周回、石を使ってでもまあ周回するのが一番いいのかなとはまあ思うんですが、まあどうしてもランクとかもね、同時に上げたいという方が多分ほとんどかなと、無課金だったら。なおかつね、だってゲリラ 2,3 周して今日のファズドラ終わりっていうのもまあちょっとね、寂しいかなと思いますので、まあ、なのでちょっと時間はかかるんですけど、別の方法として、コインダンジョンですね、コインダンジョンの裏なんとかとかで、あのペンドラがですね、進化前ペンドラがレベル最大で落ちるんですよ。でそこでそのペンドラを、たくさん集めて、木曜ダンジョンですね、でドラゴンシードと、ドラゴンプラントですね。で、まあ、進化させることができるので、まあ、3色、火、水、木のペンドラは、ドラゴンプラント。で、光と闇はシードで、1体ずつでね、進化することが、させることができるんですけども、ただし、この方法ですね、時間が結構かかるので、まあ、水曜日とかはもう、水曜日、木曜日はもうコインダンジョンだけやるとかにして、まあどうしてもボックスがパンパンになっちゃうんでね、木曜、例えば金曜日にコインダンジョンやって、ペンドラいっぱいいるけど、ちょっと木曜日ってあと6日後やばくないかってなっちゃうので、まあ水曜日とか木曜日は基本的にそういう裏コインダンジョンとかを周回して、経験値ももらいながら、ペンドラを集めるっていうのがまあ一番いいんじゃないかなと、まあ両立させれるかなと思いますので、まあやってみていただければと思います。はい、まあ以上でございます。で、2つ目、ペンネーム島田レイジさんですね、小助さんこんにちは。こんにちは、ベジットパーティーに、キビジャス、アームドティラノス、ヤミファーガン、アカソニアを入れているんですが、 HP が24000なく、ヤマトラッシュで、ボスの先生にやられます。なのでこのパーティーで修正すべきところを教えてください、よろしくお願いしますと、いうことですね。ヤマトラッシュを、ベジットパーティーで攻略したいという、まあ、ご質問ですね。はい、そうですね、基本的にパッと見て変えた方がいいなと思うのは、まあ、アカソニアとアームドティラノスかな。まあ、闇ファガンも正直まあ必要性はないんですが、まあまあいてもいいかなというイメージですね、新乱舞、でこのダンジョンの基本的に肝となるのは、ボス前の角づち、覚醒角づちですよね。先制でスキル遅延打ってこられる、で盤面も変えられる、で回復も、回復ドロップも枯渇させられる可能性もあるというですね、非常にボス以上に厄介なんじゃないかなと。てかこの覚醒角づちからの先制2万5000オーバーのボスへのつなぎが本当辛いですよね。まあなので
基本的にはこのダンジョン多職で行く場合だとですね、あの遅延系のスキルと軽減系のスキルをまあ3枚2枚基本的にこの、そうですね、遅延とねベジットだったら軽減をサブ全部突っ込めばどうにでもなるんですよ。というかあのボス以外のこのダンジョン基本的にあの遅延系のスキルが有効に刺さるんで、まあ、非常にそのボス前の角づち盤でどうしてもスキル遅延受けちゃうんで、まあ、いきなりポンと使えたりはできないんですけど、突破するときはもうベジットのベジットソード使って遅延させた上で逃げ切で倒すっていう風にすれば最後のスキル遅延受けずにね、済むのでそうやって処理していきたいんですが、まあそうですね、まあインドラとかできれば入れたいかな、インドラスサノーあたり、まあ、できればインドラとスサノー両方いるんだったらもう両方突っ込んでもいいぐらいだと思うんですが、まあそし、まあ、色は大丈夫じゃないか、水がなくなっちゃうのか、まあそうですね、水、まあ、バギーネコとかいればベストなんですけどね、まあ、僕もバギーネコ持ってなかったりするんで、まあ尊敬入れたりとか、まあ、遅延、とにかく遅延と軽減です。でボス、あの確実に突入する前にね軽減系のスキル発動させておいてスキルを貯め直すというか、あの遅延分のスキルを貯め直すとかね、やりやすくなるので、もうおすすめだと思うんですが、まあ、そうですね、正直この編成だとですね無理ですね。このキウィジャス、アームドティランス、ヤメファガン、アカソニアっていうのがもしこの、下田レジさんの、ベストの編成である場合、ヤマトラッシュを攻略することは現状、ほぼ不可能だと思いますので、軽減系のスキルを持ったモンスターを、手に入れてみてはいかがでしょうかという感じです。ただしね、あのヤマトラッシュ現状 あのラッシュ系で一番難しいし、高速周回とかほぼ不可能なダンジョンの作りになっているので、あのクリアできないからって、別に無理する必要ないと思います。本当に、本当にいやらしいダンジョンだし、上級者でもそんなサクッとクリアできるかって言ったら全然できないので、はい、まあちゃんと手持ちが揃って、あ今度またいけるわという状態になった時にまた挑戦すればいいかなと思いますのでね、まあ、あとプラスもしっかり集めたりとかすればいいと思いますので、下準備をしっかりしましょう。以上でございます。それでは3つ目いきたいなと思います。ペンネーム久保幸太さん、小助さんこんにちは。ボルジャックシステムを作るか、迷ってるんですが、小助さんのボルジャックシステムへの評価はどんな感じですか、とまたリーダーはどれが合うと思いますか、との、ご質問です。はい、デュエルマスターズコラボですね、デュエマコラボで、実装された、まあ、火の一列かな、確か縦一列だったかな、クラウドみたいな感じなんですけど、右端一列を火にするという系統で、ドラゴンタイプと攻撃タイプだったかな、ボルジャックは。で、まあ、リーダーは何が合いますかとか、まあ、もろもろご質問があるんですけど、まあ、まず、ボルジャックシステムの評価の前に、リーダーどれが合うかなと考えたときにですね、ボルジャックスキルブーストが一つで、あと2体攻撃一つとドロップ強化、火のドロップ強化だったかなと思うんですが、覚醒がの3つかな。はい、で、まあ、初ターンからスキルを発動させようと思ったら、あのスキルブーストが、リーダーフレンドで、3つないといけないので、まあ、基本的にこっちのリーダーは2個以上のリーダーになってくるのかなというふうに思うんですが、まあ、正直赤オーディンでもまあ言っちゃいいかなと思うんですけども、まあ、どうしても火力が、下がっ、まあ、2.5 の 2.5 の 6.25 なんで、まあ、あんまりね高くないっていうところをね鑑みるとですね、まあウルドで、まあウルド、ウルドで、まあどうせスキルブースト1個足んないんですけど、まあウルドがベタかなとは思います。はい、でまあ正直現状こいつだっていうやつは正直いなくてですね、まあショーテルも悪く、ショーテルってやつは貴族性の倍率でなかったかな、
確かね。確か翔太多分現状いないんですよね、こいつみたいなやつが。うん、まあなのであんまり機能しづらいかなと思います。そんでもって、まあ、このシステムの評価なんですけど、基本ですね、この系統のシステムですと、属性と覚醒プラスリーダーとして運用できるっていう点からですね、クラウドがナンバーワンなんですね。どうしても汎用性とか、汎用性っていうか、なんていうか、どう考えたら封印耐性持ってて、二体攻撃持ってて、でリーダーとしても使えてっていう点を考えるとですね、どうしてもそのクラウドが優秀すぎる、はい、ので、まあそのクラウドシステムを持っている人だったら、まあ無理して作る必要性は低いかなと、思います。でそのクラウドシステムは持ってなくて、でボルジャックをなぜか4体引いてしまったという方はですね、まあプラマラとかね、プラマラで天空竜とか、機械竜周回するときに、ボルジャックをサブに4枚入れて周回していただければいいかなと思いますので、まあ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 それに運用していただければと、うん、思います。はい、とまあそんな感じですね。まあなので無理して作る必要はないけど、まあそのそういうこの系統のシステム系を一つも持ってないという場合だったら、ぜひ作ってみてはいかがでしょうかという感じです。はい、ということで、以上3つのご質問に、お答えさせていただきました。皆さんご視聴ありがとうございました。コスケに僕に質問するこのコーナーで取り上げるにはですね、Twitter でハッシュタグコスケに質問をつけて、ツイートをよろしくお願いいたします。それではバイバイ。